挨拶変わって柴田でーすチャンネル名なんて言うん？パチンコ&ボンバーガイブラ貼っとくいないなオッケー、やるかもうやってるやってるはーい始まりましたイエーイ台湾に1週間だけ来てるということで今撮ってるんですけど誰ですか柴田でーすボンバーです何回かでも映ってるよな、うんうんうん、2、3回ぐらい、まあ、知ってる人は知ってるけどだからボンバーで、今回バニー化粧してないからバニーはカメラの人で仕事を終わったところから、まあ、で、今回はバリンが紹介したい食べ物があると紹介したい理由は前バリン日本行って日本の KFC 食べたことありますチキン頼んだね、その時な食べる時はえっと思った、うん、鶏の皮、柔らかいおー、日本柔らかいもんな柔らかいな、うん、だから2人に紹介したいね、台湾のチキンうん、まあ、オトフェチ動画になるってことやな、今回はうん、まあそうですよし、が、これかなこれは KFC の XL セット中はいろいろ種類あるけどバリン買ったのはキッチンまあとりあえず食べてみてくださいいいのそこそうそうそう皮が違うものな皮かな、いただきますうんどうなるほどななあちょっと辛いわそう、辛いやつですそれ辛っあ、でも美味しいな、うん、サクサクするおー、うまあ、うん日本は柔らかいな、こんなハウチ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 うんハチマハウチ日本とどこ違うと思うで、やっぱりサクサクしてるよなうん卵ちょっとちゃうなちゃうよなうん、そんな衣もないもんこんなしょうもないあ、衣衣あーお前、衣が多いわうん日本は少ないから多分サクサクしやんのじゃんうん衣をめっちゃつけてんなうん離さないええこれ何これ緑茶これのうん、台湾今紙のストール紙のストールやん、これあげそう日本もまあぼちぼちになるんちゃううん、遅れてるわ、ね、前ニュース見てた、うん、次行こうか日本の KFC 行ってみないな、これデザートやなデザートですこのセットいいの場所はデザートも付いてるねどうぞじゃあボンバー書いてハッピーどう中なんか何入ってるクリームうん取るうん卵のクリームそうやなプリンみたいなプリンみたいもの、うん、で、周りめっちゃサクサクやしな、うん、これ日本ないなうまい今の気持ちをじゃあ3文字で表して KFC やばいやハウチー欲しかった俺ハウチーか今晩は何飲んでますか抹茶ミルク食べようか何円ですか60円そしてバーベキューなんじゃら単品したからそれも食べてみて一つしかないからな多分人気あるからなこれうんだって注文するときあと一つしかないですってめっちゃうまそうおおおおジューシー半分半分しかない一瞬フランクフルトも思ったうまいやろ噛んだ瞬間フランクフルトの味するわうんソーセージの味あ、そうなんやめっちゃうまいへぇ、これはまた茶やつそう、それはちっちゃいチキンみたい骨ないやつ、うん、衣が多いやっぱりで、これめっちゃポテト入って今ちっちゃい衣あってチキン2つで、バーベキューのやつも1個とさっきのデザート3つとジュースで287円から1000円うん、1000円最高じゃん、台湾食べ物台湾やな最高や台湾ですねありやなありのピザ取るわピザ取るだってボンバ結構仕事が台湾多いもんなそうやな明日、明日どこ行くんやったっけ明日は台北に弁護士やから朝一並んで
ちょっと笑ったかん、笑ったかん。朝一並んで、朝一並んでちょっと中3抜けて、ね、打ちこう。わからんねん、絶対わからんから。台湾あんねんな、パチンコ。まああるけど、日本人入れへんとこもあるやん。パチンコはギャンブル、ギャンブルな。ギャンブルは台湾って禁止ないもんな。ないないない。でもスポーツはかけれんねん。そう、そうだね。日本それは禁止やもん。ああ、そういう、それは違うな。なんかスポーツのかけ事はな、うん、文化がちゃうからな。なじゃあもうぼちぼちボンバー、明日グラビアの撮影あるからぼちぼちやな。明日朝から、朝からある。いや、明日朝からパチンコ行って夜カウソンでグラビア、グラビア。忙しい人やから終わるか。うん、美味しかった。美味しかったな、めっちゃ。日本人、台湾来た時はまあ食べて、日本でもあるやんって思うかもしれんけど、この台湾のこのサクサクした、本当に違います。よかった、嬉しい。だから皆さんぜひ来た時は日本にあるやんと言わずに食べてください。うん、どうやった最後。うまかった。じゃあそのうまかったを3文字で最後表してくれ。3文字、3文字でハウチ。じゃあまた会いましょう。バイバイ。